か連絡来た？来てない。え、怖い。あれじゃない、タクシーとか事故ってるじゃん。事故ちゃん。だって私たちタクシー出た時にほんまにおっさんに事故にかけられて死にかけたよな。もうマジでみたいだって。雨だったらね、なんかめっちゃ道込んでるしね。でもシュシュ君いなくないの寝れるの？出ないよ。寝れるか。なんか一回あったよね、会議で寝て。あった。高橋ちゃんが連絡してくれてんの？電話とかしてる。マジで寝てる可能性あるかも。珍しいな。でも撮影でなるの。あんたさ、リハビリ、リハビリっていうかスケジュール出してほしくてさ、なんかダンサー探すのもそのスケジュールによって変わるってこと。出ない。やばい。12時まで行かないと。え、珍しい。そんなことある？てか寝ててくれた方がいいねんけど。怖いねんけど。事故ってないの？マジで寝てるって。家行く？家行ってみた。セシルセシルの家に行ってみたっていう企画を撮ってもらう。でも動くやったらもう早く動いた方がいいな。寝てる。絶対寝てる。で、あの子はこの前電話をかけた時もいなかった。鬼電話かけた私もけど、やってなかった。自力で起きるまで誰かが本当に行くか。やめる。ストーリーは忘れてたけど。え、昨日、うん、え、でもそれは消したって言ってた。消したの？消したって書いてた。消したって書いてたやつも消してる。それめちゃくちゃ病んでる時にやるやつじゃない？で、あの子おととい累活してる。素敵よ。あ、返事来た。来た。え、怖い。何？え、何？事故？何？いや、やだ。連絡もせず撮影に行かずすいません。昨日に限らずですが、今までのことが塵に積もってアンチとかプライベートのことで…自分の中で何かが爆発してしまい、夜から涙が止まらなくて一度準備をしたのですが、家を出るギリギリで怖さからなのか吐き気で気分が悪くなっちゃって行くことをやめるっていう選択を自分の中でしてしまいました。プロ意識がなくてすいません。そして今後ですが、ゼロプリをやめるっていうことをすぐにしたら迷惑だと思うと、活動休止から始められたらなと思ってます。よろしくお願いします。ちょっと昨日のストーリー、ほんまに本気？でもね、うん、私とも会話してた時に、私もやり散らかしてたから何日か前まで病んでるんだよねって言った時に、の時から言ってた。これは活動休止は私も考えてるみたいなことは言ってて、そうなんだ。でもその時はもう頑張ろうなみたいな感じでした。どうする？どうする？いない。これはね、こんなになってる状態の子をさ、撮影になんかいい。絶対残さん方がいいよ。一人にするのも嫌いけど、でも絶対一人になりたいはずやね、だって外に出たくないから一人になりたいはずやね。無理に煽っても話すこともできるか、今日は。死ぬ。でも今日 NHK の撮影もある。えぇ、一人で？え、絶対に来させないと無理。そういう撮影とかもほんまに全部が嫌になっちゃったから、ゼロプリっていうか、自分への感じとかさ、誹謗中傷とかもろもろが嫌になった感じするよね。半になって破裂したんだよ、今日。そういう時に、わざわざこの日死んだら、いや、ほんまに今日にせえへんやろ。そういう時、今日にその時せえへん。最初に電話かけて、それが本当に出ないんだったら、そういう意思だと思うから、かけるのやめよう。
みんながいるんだったらマジで怖くて無理だから、多分私が一人でお話ししたいので、みんなはいないところで二人で電話しましょうとかの方がいいかもしれないです。多分高橋、セシル飲み方の方でね、きついね。まあこればっかりは顔出ししてやってる方の気持ちも分かるかな。いや、それは本当にそうだよ。連れてきて4人で何かをする話よりさ、もう絶対3人で何かできることを話す方が早い。だって無理じゃん、絶対。うん、無理だね、今日のところは。しかも怒れるって言っても怒られてももう困るじゃん、うん、そんな状態で絶対できるんだ。確かに。だってあの分ずっとえぐいで、普通に考えて。うん、見てたしな、本当にずっと一緒に考えてるみたいなことは。撮影の前に一回頑張ろうとしたけど、今日破裂しちゃったみたいな感じです。マジでもうナイフで刺されてるのと一緒だもんね。あ、そうなんだよな。でもなんかその量じゃないんだ。毒がついた。そうそうそう。量がついたな。わかるけどな。しかもさ、自分がほんまに見てられた時ってさ、ほんまにさ、きついやん。きつい。だからそういうのがディープなんかストーリー上がったら、ほんまに大好きって言うしかなかったんですけど、とりあえず大好きだった。伝えることしかできない。こっちしか人が、なんだ、それ言ってくれるのか。大好きって。だって、じゃあ、ほんまにうち好きやでって。なんで言ってくれるの？おい！やめろ！こんな天候で。天候も絶対あるって。まあ確かに、雨それだよ。私、起きた瞬間、今日めっちゃ気持ち悪かった。暗い、ね、天気も暗いしさ、あかん、あかん。とりあえず、うん、今日は来てもらうと本当に喜んだから、うん、ちょっと話し合ってみれば。話し合う一回。何を？ティッシュください。お前は、うん、ナプキンみたいなティッシュ、生理用品みたいなティッシュが違うじゃん。活動休止をなんかチアに入れることを話し合うためがいいからって一回行きますね。感じで。え、じゃあ活動休止について今日話すってこと？もうそれはちょっと待って、どうしたらいいの？それはだって無理や、そんなん無理や。言われてたよ。活動休止するのをやめましょうなんて言えないよ、そんな。それを説得するためにとりあえず来るしかない。説得？説得もさ、今日の説得無理じゃないか。もう精神状況的に、うん、なんか説得するってよりかはさ、むしろ癒してあげたい。なんか病んでる時ってそうなっちゃうね、思考回路が。そうしか無理かもって選択肢を自分の中で狭めちゃうじゃん。今日説得してもさ、もう…でも聞いて、今日仕事せなあかんねん、うちらは。うん、それ時間割いてくれる人も無理や。説得してみよう、いろんな立場に立って考えよう、一旦。今日やりきろうじゃなく、まあ、今日はとりあえず今日やる、やりきった方がいいよ。の説得を今そうやんな、しつつ。絶対そうやん、絶対そうやねん。確かにさ、仕事もさ、めっちゃ大事なのわかるけどさ、一番大事なのって心の健康じゃん。そんなん全員のせいで。ズタボロにしてまでさ、やらせるべきなのか。だからこそだな。復帰させるとかっていうより、あって安心させない。あげたいわ。とりあえず、たくさん気持ちよかったら。一旦もう仕事のことじゃなくて、セシル自身が安心するようなことを考えたら。ハブになりたいかな。今ハブエの話する。びっくりした。今怖い、怖すぎる。昨日あんなにもたくさん一緒に笑い合ったのに。Ha ha ha!
こちら。あ、こんな時でもあなたはいい匂いがする。ごめんね。ということで、皆さんこんにちは、セシルでございます。すいません、皆さん驚いたんではないかろうかなんて驚いたんではなかろうか。なんとこちら、ドッキリです。まあ、思ってることはちょっと本心な部分があるかもしれないんですけれども、全然やめるつもりはないですし、ちょっとこういうことを視聴者さんとかになんか分かっていただけたらいいなと思って、私発端のドッキリにしました。なんで引き続きお楽しみください。やったー！
そうなんだよ。よろしくね。いいねも絶対押してって。コメントくれたら喜ぶよ。どなたの SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。